最後の心です。今日9月3日は太平洋の女子の選手権になります。これはですね、クラブ太平洋クラブの女子のナンバーワンを決めると言ってもいいんじゃないかという試合です。で今日は成田と相模で予選がやってるんですけど、私は太平洋クラブ成田の予選に出たいと思ってます。じゃないね、予選に出ます。どうなるか分かんないですが、結果楽しみにしててください。ありがとうございます。頑張ります。打順はこちらからの順番になりますのでお願いいたします。では前の組と当てないようにプレーの進行にはご注意ください。以上です。お疲れ様でした。前半帰ってまいりました。汗だくです。なんとスタート結構いい、割といいショット打ったんですが、その後天ぷらになり、その後バンカーにで出ずダブルパワー発進をしてしまいました。まあでもその中でもね、ちょっと落ち着いて、もう前のことは忘れて次に行こうってことで、まあ、その後ボギーが来たんですけど、まあ、パーパーとパターがワンパットで決まって、で結構まあ集中切れず最後ダボにしてしまったんですが、一応45で上がれました。今日はですね、ショットの乱れが半端ないです。もう成田はあんまりこんな狭く感じないんですけど、すごく狭く視界が見えちゃって、今ほんと結構ショットが全く、1回だけですねちゃんと当たったの。フェアウェイ結構 OB かなって思ったの、木に当たって帰ってきたりとかもあったんで、かなりラッキーが多い前半でした。後半ね、もう少しちょっとショットのね乱れを修正して頑張りたいと思います。ありがとうございます。
終わりました18ホール。いや今日はとにかくショットが悪い。もうドライバーが結構3発ぐらい OB 寸前だけど木に当たって出てくるとか、なんか崖の向こうにあったりとか、結構ミラクルが多かったです。後半は前半2ホールボギーボギーでスタートして、その後まあパーでボギーでパーでこれボギーかな、でまあパーとボギーが入り混ざってるんですが、なんと結構ワンパットが多くてですね、パターとアイアンショットに救われた後半でした。で最後ちょっとナイスショットしたんですけど、天ぷらになっちゃってセカンドが、はい、それでちょっと寄らず入らずでボギーとしてしまいましたが、42で耐えることができました。なんとかショットがね悪い中耐えることができたラウンドではないかと思います。ショットがいい時は本当に迷わずね、いろんなものがついてくるんですが、悪い中今日は戦えたのでちょっと成長したなと感じました。80代後半でまとめれたので良かったです。決勝に進めるのかはまだ分かりませんが、あと家に帰って結果を待ちたいと思います。ありがとうございました。はい、太平洋の動画見ていただけましたか。まあ本当に朝からねショットがもうこんなになりながらアイアンとパターでなんとかしのいだラウンドだったんですが、結果見事予選を通過することができました。ありがとうございます。はい、これで10月1日の決勝に進めることになりました。次はですね、御殿場ウエスト、まあ、この YouTube の中でも何度か紹介されてるんですが、御殿場ウエストで決勝があります。ちょっとまだね洋芝なんでね、アプローチのざっくりとかね気をつけていきたいなと思います。応援よろしくお願いします。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。